はい、今回はですね、初心者というかですね、これからバイクの免許を取ろう、今教習所で頑張っているという方々からですね、寄せられた、質問やですね、こんなとこどうしたらいいですかといったようなですね、メッセージに対してお答えをしていこうと思います。今回はですね、ニュートラルになかなか入れられない人、はい、教習中ですね、一生懸命ニュートラルに入れて、バイクを停車して戻そうと思っていてもですね、なかなかこう、上から下ろすと下に2速から行くと1速行ってしまって、1速から上げると一気に2速に行っちゃってみたいなですね、そんなことばっかりになってしまうっていう人ですね、いっぱいいると思います。俺下手なんじゃないかな、私才能ないんじゃないかなっていうふうにですね、思われると思うんですけども、はい、それ一言で言います、バイクのせいです。はい、なんでかっていうと、教習所のオートバイっていうのはですね、みんなが鬼の半クラをしまくってですね、鬼の半クラ、はい、しまくってですね、だいたいクラッチがちょっと半焼けになっていて、ね、若干引きずってます。はい、若干で若干引きずってるとどうなるかというとですね、ニュートラルに入りにくくなるんですね。で、どういう現象かっていうと、クラッチレバー思いっきり握っててもですね、徐々にバイクが前に出てくるような感じ。はい、これはですね、もうクラッチのフリクションプレートっていうのがあるんですけども、それが少し焼けてしまってですね、完全にクラッチを切っても、少し引きずってしまうというような感じになるんですね。はい、なので、それをですね、それがあると、ギアチェンジ、バックラッシュというんですけども、それがですね、非常にこう詰まった状態になるので、バックラッシュの間でですね、こうギアがスッてこう抜けなくなっちゃうんですね。だから、切り替えがですね、しづらくなってくるっていう風になるんですけど、それは理解しなくても全然構わないです。はい、じゃあそういう時どうしたらいいでしょう。教習所のバイクはなかなか、ニュートラルに入らないよ。はい、ちょっと再現してみますね。ニュートラルに、今ニュートラルですけど、はい、でニュートラルによ、ちょっと上行っちゃうみたいな感じです。はい、でそういう時に、どうしたらいいか。はい、これ視聴者さんからのお便りにあったんですけども、これ変えようと思って、変わらないなと思ったら、足をこう入れ替えてエンジンを切った状態からペッて入れてやるとですね、簡単に入ります。はい、これさっきも言ったようにクラッチがですね、完全に引きずってて切れないんだったら、回ってるエンジンが切っちゃえば簡単にニュートラルに入っちゃうんですね。はい、であとはバイクを降りる、ほうきっていうか作法ですよね。教習所の場合はこう後ろを見てこうやって、サイドスタンドをこう立てて、離れて、一礼して、あれ違いましたっけ、はい、終わりみたいな感じですけども、はい、こういうやり方でいいと思います。でこれ教習所で確認してくださいね。エンジンを切ってからニュートラルに入れても減点対象じゃないですか。確かね、減点対象じゃないと思います。はい、で次、一時ですね、じゃあ今度公道に出てからこんなことやってたらですね、信号待ちでニュートラルいらんないよっていう人もいると思います。じゃあそういう人はエンジンがかかってる状態で、止まっちゃった、停止したという時は今一速入ってますけども、ちょっとブーンって吹かしてですね、回転数がピュッと上がって針がシュッて落ちてくる、その間にニュートラルに入れる操作をやってください。こんな感じですね。これで簡単に入ります。はい、これもですね、なんていうかこうパワーがぶっとこう回転数が上がった時にかかって、で、さらにその回転数が下がる時、パワーが抜けるんです、力が抜けるんです。でその時に、ギアチェンジをシュッとしてやるとですね、案外に簡単に入ります。であとはそうですね、あとは楽なのが信号待ちでですね、停止するときに、ギアをガチャガチャガチャっとこう落としていって、でクラッチ握ったままガチャガチャガチャって落としていくと思うんですよ。でクラッチを握って、クラッチを切った状態で、スーッと空走をしていって、その間にこうブレーキかけてキュッて止まって、で、信号を待つっていうような感じになると思うんですけども、でこの時にですね、クラッチを切ってシューッと空走している間にスコッと入れる、
はい、これもですね、クラッチからパワーが抜けてる瞬間なのでニュートラルに入れやすくなります。はい、まあ、これはこう教習所出てから公道を走ってから、はい、やりましょう。で、まあ先ほどの話にも戻りますけども、教習中ですね、なかなかニュートラルに入れられないという時はもう、止まりました。あ、すいませんね、今ごめんなさい、一速でビューッと走って止まりました。で、キュッと見てこう、あ、入らないっていう時は止める、ニュートラルに入れる、後ろを見てこんな感じで降りてサイドスタンかけて差し止まって、で、ありがとうございましたとやりましょうね。はい、そうすると点数が上がります。はい、今のはですね、本当にある話で、東京オリンピックの時にですね、体操選手が金メダルを取ったわけですね。それはですね、こう演技を終了した後にやったーっていうパフォーマンスをすると点数が上がっちゃったんですよ。はい、だから今のオリンピックでは競技の後、演技の後にイエーイみたいなですね、パフォーマンスをすることは禁止されています。はい、これ本当です。はい、これ減点対象になります。これ禁止されてるんですね。だから体操選手とかも終わった後に普通に一礼して去っていくだけなんですね。はい、という感じです。あ、この T シャツですか。あ、すいません、これはですね、新色のミリタリーグリーンのうちのユニフォーム T シャツですね。はい、私今 M サイズを着てます。洗ったら縮みました、少し。はい、なのでこうパッツパツなんですけど、なんか疑似マッチョみたいですよね。はい、で、あと、私ホワイトベースの二宮というんですけども、ホワイトベースではですね、まあ、グッズなんかもグッズというか T シャツとか売ってます。安全を意識してですね、皆さんのこう危険を回避しようというようなですね、テーマでいろんな T シャツとか作ってますので、反射するやつとかもありますし、こうお先にどうぞとかですね、そういうこうメッセージを送るものもありますので、ぜひですね、ご覧になってください。で、あと時々セールとかもやりますので、ご注目いただければと思います。はい、というわけで、教習所等で役立ててほしい動画ということで撮影させていただきました。ご視聴いただいてありがとうございます。